大和時代。大和時代は、日本の歴史の文献上における時代区分の一つである。南九州から紀内に渡ってきた初代、神武天皇即位から平城系遷都までの時代を指す。かつて、大和朝廷、大和王権が支配した時代が、大和時代と一義的に捉えられていたが、その後の研究の進展によって、大和、朝廷などの語彙、 認識や定義は改められつつある。このため近年では、同時代を三世紀半ばから始まる古墳時代と呼称するのが一般的である。大和時代は古墳時代と飛鳥時代を合わせた時代と言い換えることもできる。厳密には、大和時代は弥生時代末期を含み、また飛鳥時代は古墳時代末期でもある。日本書紀などの文献による神武天皇即位年は、 紀元前660年だが、大和時代の天皇には異常な長寿が多数見られる。日本書紀に記述される代位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の暗い年と西暦対象表の一覧を参照。大和朝廷による古代国家の基礎が整えられた時期にあたる。日本書紀古時期ではまず初代、神武天皇による建国経緯が語られる。 具体的な国家事業は、第10代主人天皇による四、道将軍の派遣、課税の開始などから始まる。続いて、水人天皇による寛外事業、慶光天皇と日本穂高による九州や関東への遠征、政務天皇による国の宮津湖の制定、神宮皇后による三冠征伐といった国家の発見が語られる。王神天皇の知性では、 多くの都来人の来帳があり、儒教と漢字が伝わり、ここから日本列島外との交流が深まる。王人天皇のこの仁徳天皇は、課税を3年間止めた後で大規模な灌漑事業を実施した前世知られる。仁徳天皇の孫の有力天皇は、先制的な統治で朝鮮半島への干渉や中国、南朝への剣士を盛んに行った。しかし、有力天皇が崩御すると、 天皇、大王の権力も衰えようとも、物のべ、ベ、ソガノ、格豪が戦後して、実権を握っていった。六世紀前半には、仏教が伝来する、日本の仏教の功を参照。水古天皇以降の時代は、アスカ時代とも言う。中国からの外圧が強くなると、再び中央集権化志向が高まり、聖徳太子の法律、十七条憲法、完成改革。 かに12回を経て、大化の改新、645年後、天皇中心の政治が、法体制的に確立していった。さらに、遣隋使、遣唐使の派遣もあって、農業、断鉄、建築など多方面にわたって技術が発展し、中でも、仏教美術は発達した。木の富の変、白隙の絵の戦い、人心の乱といった動乱を経て、大和朝廷は、 さらなる改革に踏み切った。それまでの市政制度を改め高知公民制や統一的税制、素養調整などを施行し、地方行政機構を改組し、中央集権化するなど律令制の導入を図った。末期の701年には大法律令が定められた。710年の平常を経線ともって、大和時代は終わり律令国家としての時代が始まる。 律令制は10世紀初めに崩壊したが、名目的には19世紀の明治維新まで維持された。日本初期では、天皇の在位年数で年代を表している。しかし、大和時代の天皇には異常な長寿が多いので、日本初期の年代は正確と言い難い。そこで経図については信用する前提で1世代を30年として、年代を単純計算する方法がある。 アスカ時代の年代に不自然な点はなくおおむね、信頼できるので、ここから逆算してゆく。なお考古学上の実在が想定されうる天皇は5世紀末の金作明的懸命による有略天皇までである。アスカ時代の始まりである、水古天皇即位が593年なので七世代前の王神天皇即位は古墳時代中頃の4世紀後半になる。応神天皇陵。 仁徳天皇陵に自乗されている、本田ダ五病山古墳、大仙陵古墳は、考古学的にも五世紀前半の築造とされている。また、日本初期で、王神天皇や仁徳天皇の知性に在位したと、記されるくだらの子二騎士は、朝鮮半島の聖死である三国式において四世紀後半から五世紀初の王である。年代は一致している。 なお、日本初期の年代と三国式の年代は、応仁天皇期で120年ずれている。日本初期の年代を機械的に当てはめれば、応仁天皇即位は三世紀後半、その母親の神宮皇后は三世紀中頃の人物となる。三世紀中頃は、義師は神殿に記される、山大国の卑弥呼や、大野体がいた時代であり、日本初期の神宮皇后摂政三39年。 四十年、四十三年、六十六年に、岐阜和人伝からの引用文がある。ただし初期に、山大国や卑弥呼、大、与えの名はなく、和の女王等だけ書かれている。神宮皇后と和の女王を、同じとする記述もない。王神天皇を四世紀後半の人物としてさらに、遡ると、その後世代前にあたる主神天皇即位は三世紀中頃となる。 古墳時代の開式であり、天皇陵が大規模な前方後円墳に自乗されるのも、辻人天皇以降出る。辻人天皇、水人天皇、慶光天皇、聖武天皇の御捧ぎに自乗される、安墳山古墳、宝来山古墳、渋谷高山古墳、先石塚山古墳は、考古学的にも三世紀後半から四世紀前半の築造である。 また三世紀中頃は前述したように、山大国の卑弥呼の時代であり、主人天皇期の巫女である、山和とと姫ももそ姫命を卑弥呼と同一視する説が根強い。百重ね姫の墓に事情される、橋墓古墳は、卑弥呼の式と重なる三世紀中頃の築造とされ、卑弥呼の墓との説がある。その近くにある、巻向遺跡もまた、山大国の中心地として有力視される。 なお、日本初期の年代を機械的に当てはめれば、辻人天皇即位は、紀元前97年である。辻人天皇を三世紀中頃の大王だとしてさらに、遡ると歴史学的な証明は困難になる。大規模な埋葬文化のないあよい時代末期になるため、考古学的な交渉に耐えうる両母もなくなる。日本初期や古事記でも、初代。 神武天皇から十代辻神天皇の間の八代については警府しか記録がないため実在性が乏しい、決死、八代。それでも、あえて年代を想定してみると、神武天皇から辻神天皇は十代にわたって親子間での後位継承なので、神武天皇即位は全一世紀頃になる。ただし、仙台九児本義の地議本義。 天村本義に書かれた豪族の系図からは、神武天皇から、主神天皇まで、およそ7から8世代ということが示唆されている。これを考慮に入れるならば、神武天皇即位は一世紀頃となる。五冠の皇武帝から、マナ国に、金印、カニイヤツ国王院、が授けられた頃である。いずれにしても、神武天皇は一世紀前後の人物ということになる。 あくまでも実在すればということであり、神話的色彩が強い神武天皇は伝説的人物とみなされるのが一般的である。なお、日本初期の年代では神武天皇即位は紀元前660年であり、明治時代になって神武天皇即位紀元、後期の元年とされた。戦時中の1940年、昭和15年には、 紀元2600年記念行事が催され国意上げに利用された。実際の歴史に基づいているとすれば、弥生時代末期の話と思われるが、神話的就職が極めて強い。はるか昔、吉原中国と呼ばれた地上を統治するために、天上、高間ヶ原から、天寺大臣の孫である、天根に義士国に義士天心美子美、ににぎの村、雨に義士国に義士まつ、 ヒコヒコほのニニギノミコトが、日向、南九州へ降臨したと言われる。ニニギノ孫が、山の神の娘である川室姫をめとって生まれた子が、海幸彦と山幸彦である。山幸彦が、海の神の娘である豊玉姫をめとって生まれた子が彦、彦コ連部、宗吹ソウ村渚武アイ吹ン、図のサタアイズのである。草吹富不村の子が、カ山といわれワの孫。 カムヤマわれ彦、後に、神武天皇と呼ばれる、初代天皇である。こうして、天と山と海の神の血を引く存在が生まれたとされる。カ山ヤマわれ彦の、カムヤマわれ彦、後の神武天皇は東に美しい国があると聞いて、東西に出た。日向を出発し、筑紫、北九州へ向か宇さ、秋国、広島県、キビ国、岡山県、何和国、 大阪市を経て、河内国草公遊、大阪府東大阪市へ至る。河内国北部にあたる、現在の大阪府東部は、古代には、河内湖という湖であり、ここまで船で来ることができた。さらに、駒山を越えて、大和国へ入ったが、大和国の指導者、長須根彦の抵抗にあって、撤退を余儀なくされた。紀伊半島を回っている間に、新宮市付近で嵐にあって、 船は大破。岩出彦は三人の兄をすべて失う。北上を余儀なくされた一行は、熊野地方の豪族を下しながら、山和国に再侵攻した。その途中では病を薙ぎ払う神剣仏見玉、神の使いである八咫ガラスなどの助けがあったという。最終的に、長杉彦を殺して、山和国の征服に成功した岩出彦は、梶原宮で、初代天皇として即位する。 神武天皇。しかしその後の天皇については、八千代にわたって、具体的な実績の記録がなく、初期天皇の在は疑われている、決死八千代を参照。なお、神武天皇が実在したなら、弥生時代後期のため当時瀬戸内海に多数あった、高知聖集落を、海から見ながら統制したことになる。以下、日本初期、古事記における記述から、 なるべく神話的就職を除いて記載する。第十代天皇のお魔女入り彦、三巻入り彦、主人天皇については3世紀から4世紀初めにかけて実在した大王と捉える見方が少なくない。お魔女入り彦は、大彦命を北陸道に、武、定川別を東海道に、鬼別彦のお政道に、丹波道主名を丹波、三人道に将軍として使わし、 従わない者を討伐させた、四道将軍。また初めて戸口を調査して、会議を課した。天下平穏となり、五朝国天皇、初国白らすすら御と,と称えられる。この頃、朝鮮半島南端の未魔カからから、ソナカツシツチが派遣されたという。第十一大天皇の勝命入り彦、育命入り彦、水人天皇は、諸国に多くの池溝を開いて、 農業を盛んにした。相撲や埴輪の起源も、この頃とされている。第十二代天皇の大田良彦、大田良彦、慶光天皇は大規模な征服事業を行った。日本初期によると大田良彦は自ら九州に遠征して、土雲や熊祖を征伐した。この日本穂高、大和武の伝説的な活躍もよく知られ、熊祖征伐に続いて、東の江戸討伐も行った。 しかし日本穂高は行為を継ぐことなく、遠征中に創生してしまう。第十三代天皇の地、足彦、若田らし彦、西武天皇は、地方行政機構の整備を図った。諸国に命じて、行政区画である国郡、阿賀田、村を定め、それぞれに、蔵長、国の宮津湖、稲城等を任命した。さらに三画をもって、国県を定めた。これは、 古事記序文でも触れられている。第十四代天皇の良品勝彦、良品勝彦、中愛天皇は、日本穂高の子であり父と同様に熊祖征伐を行った。しかし道半ばで放御してしまう。天皇の意志を継いだ皇后の沖永田良姫の村、沖永田良姫、神宮皇后は熊祖を完全に屈服させ、続いて、海を渡って、朝鮮半島へも進行した。 朝鮮半島南部のくだら、白木は日本へ長考するようになり、高栗の皇太陽妃にも、は、日本が、くだら、から、白木を破り、親民にしてしまったとある。第十五代天皇の本田分家の、ホムター家、王人天皇は、たらしなかつ天皇と沖縄たらし姫の村の子である。本田分家の後世では、多くの都来人が来朝した。あちき氏、し、王人し、 ゆずきくん、あっちおみといった面々である。この頃に論語と戦字文、すなわち儒教と漢字が伝わったと言われる。第十六代天皇の大溝左在、大佐崎、忍徳天皇は、南馬堀江の改作、まむた包みの築造、山城の栗熊野県の灌溉用水設置、ワニ池や横の包みの築造、環球大溝、小向の大溝の掘削を行って、広大な田を開拓した。 疲弊した国の実情を察して三年間課税を止めた、前世も有名である。また後、中国南朝に使いを送り法制の助行を求めても、いる。これは、和王、三の兆候に否定されている。第十九代天皇のお朝妻、お朝妻、隠陽天皇は、大晦日左在の四男であり、諸子族の姿勢の乱れを正す改革を断行した。 第21代天皇の大発世若竹、大発世若竹、有力天皇は、お朝妻の逸尾であり、即位に際して、対立候補となる皇族を殺し尽くして、先制的な統治を行った。金作名鉄拳に記された大王、若竹、若竹と想定されており5世紀後半にはすでに、大王の権力が九州から東国まで及んでいたと、解釈されている。国内では、 厳しいの反乱を制止予算を推奨した。国外では高栗に滅ぼされた九だらを復興し、反抗的な白木へ攻め込んだりもした。クレイ二度遣いを送って、法制の助行を求め、これが、和王、武の兆候に否定されている。その後は、皇族の少なさがたたり、第二十五代天皇である小八世地味噌左在、お八世若笠崎、武列天皇の宝行をもって、 大みそサザイ、人徳天皇以来の男形が耐えてしまう。第二十六代天皇として軍心が選んだのは、本田明の王神天皇の御清孫である越前の王と、おほど王だった、慶大天皇。この頃、朝鮮半島南部では白木が勢力を拡大し、圧迫を受けた、から、三間国の一つは、日本に救援を求めた。しかし、白木と結んだ。 くしく君に祝いが反乱を起こす。祝いの乱が鎮圧されると、未真には、大三家野が派遣されたが傲慢で稚拙な交渉が、さらなる混乱を招いた。第二十九代の式当天皇、金明天皇は、王と天皇の三男である。この頃にも、未真をめぐる、様々な交渉が、未真に本府を介して行われた。九だらからの仏教講伝はこの一環である。 しかしくだら、ミマナ諸国、日本府は、お互いの思惑が一致せず、これに乗じた白木は五百六十二年にミマナを滅ぼしてしまう。激怒した天皇は白木に対して、討伐軍を送るが、敵の罠にかかってしまい退却する。天皇はミマナ奪還を託して放御した。第三十代の長田の天皇、美月天皇が、父の後を継いだがくだらから伝わった仏教をめぐって、 物のべしと蘇我氏が対立する事態になった。醜い争いが続いた末、天皇は放御直前に仏教を禁じた。第31代の立花法日天皇、陽明天皇は、おさだの天皇の異母帝である。この天皇は、先帝の方針を覆して仏教に帰依した。しかしその治世はわずか一年半だった。天皇が放御すると直接的な武力構想が、 沖数仏派の蘇我氏が勝利して、廃仏派の物ノノベ氏は滅ぼされた、日のと羊の乱。以降約半世紀の間、蘇我氏が大臣として、権力を握った。第三十二代の天皇に据えられた、初世辺の王子は、長田の天皇と、立花法日天皇の異母帝である、須春天皇。しかし蘇我馬子と不安になった天皇は五百九十二年に暗殺されてしまった。 進化に直接殺された唯一の天皇である。しかし特に混乱も起きずそがうま子は、おさだの天皇の皇后だった、ぬかたべの王女を第33代天皇に衰退した。日本初の女帝となる、菓子屋姫天皇、水子天皇である。第33代天皇の菓子屋姫天皇、水子天皇は593年に、立花法日天皇の御子である、うまやと王子。 聖徳太子を皇太子に立てて、摂政とした。聖徳太子は603年に、下に十二回、604年に十七条憲法を、制帝し仏教の交流に力を注いで、天皇中心の国家体制づくりを行った。607年には、小野芋子らを大東国、隋に使わして皇帝に、上表文、国書をおった。百二十年には、蘇賀馬こと、天皇記、 国旗、神殿と物見み子国像180部平行民、東本旗を記した。天皇は628年に崩御した。第三十四代天皇として即位したのは、長田の天皇の孫の田村美子だった、除名天皇。この時、馬屋と王子の子の山城の大慶王と、こう争いが起きかけた。同じ頃に、蘇我氏も孫の子の絵ぞ、孫のイルカに代替わりした。 初の検討士が送られたのはこの頃である。しかし、党からの使いである、公表人は大変無礼で、天皇への越見が叶わなかったと言われる。天皇は六百四十三年に崩御した。第三十五代天皇として即位したのは、皇后の宝巫子だった、皇玉天皇。この頃に、蘇我イルカが、聖徳大使のこの山城の体系を一族、上宮王家を滅ぼすなどの事件が起き、 蘇我氏の戦王が目立つようになった。これに不満を持った、中野大江の王子、桂木ラ子中富の鎌子、藤原鎌たりらが、宮中、アスカイタ武器宮で、蘇我イルカを暗殺し、蘇我エゾを自殺に追いやった。六百四十五年の木の富の変である。こうして、蘇我氏に権力が集中する半世紀続いた体制は、崩れたが同時に、天皇もまた太位を余儀なくされた。 第36代天皇として新たに即位した、先帝の弟の慶美子、光徳天皇は646年に、改心の御事の利を出して、南馬宮で、次々と改革を進めていった、大下の改心。大臣が、左大臣、右大臣、内大臣の三人に増員されたのも、この時期である。しかし、中野大江の王子と不和になった天皇は孤立し、進化がいなくなった。 南馬宮で六百五十四年に寂しく亡くなった。第三十七代天皇となったのは重祖した宝巫子だった西明天皇。多くの土木工事を行った天皇だったが、大晦斎在天皇の頃とは違って、民衆の負担にしかならず悪評を残すことになった。中野大江の王子の主導で、くだら復興に助力するため朝鮮半島へ出兵する途中で、天皇は崩御、宝魚。 残された中野大江の王子は、白月の絵の戦いで、白木、東連合軍に大敗した。このことで各地に城が築かれ、都城も防衛しやすいようにを打つ具に移された。第38代天皇として668年に即位した中野大江の王子、天智天皇は、全国的な戸籍、交互粘着を作って人民を把握する国内政策を推進した。 天皇が崩御するとこの大友美子が後を継いだが、すぐに、先帝の弟の大天王子が反乱を起こした。六百七十二年の人心の乱である。敗北して自害した大友美子に即位の事実は確認されないが、現在は、第30代公文天皇とみなされている。第40代天皇に即位した大天王子、天武天皇は、 東宮をアスカ清原の宮に移して、中央集権的な国家体制の整備に努めた。681年には、律令の編算を開始した。天皇の称号が実際に用いられ始めたのも、この時代だと言われている。しかし強権的な政治を行った天皇も寿命には、勝てず制度の確立を待たずして686年に、崩御した。 第41代天皇に即位したのは、皇后の宇野さん両王女である、児童天皇。選定の事業を引き継いだ女帝は689年に、アスカ清見原の礼を、制定。690年には、皇印年尺が作られ、692年には、高知公民性を基礎とした、半元州寺法を実施。694年には、日本初の本格的都の城となる。 藤原慶二とを移した。六百九十七年に孫のカルミコに上位した。第四十二代天皇となったカル王子、文武天皇は七百一年に大法律令を制定。天皇を頂点とした貴族、官僚による中央集権支配体制を完成させた。しかしこの天皇は短命で七百七年に崩御した。第十三代天皇となったのは、 剪定の母の愛王女だった元明天皇。そして710年に平城京戦都が実施されて大和時代は終わった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。